ヤングサグはアメリカ合衆国、アトランタ出身のラッパー、シンガーソングライター、音楽プロデューサー。エキセントリックなボーカルスタイルとファッションで知られている。代表曲にピックアップザ・ホーン、リレーションシップ、ザ・ロンドン、ライフスタイル、アイノー・ゼア、エス・ゴナ・ビリーなどがある。ヤングサグ・ヤングサグことジェフリー・ラマー・ウィリアムズは1991年8月16日に ジョージア州アトランタで生まれる。2011年、ヤングサグとして、I came from Nashing という自主制作のミックステープシリーズを発表する。2013年初頭には、グッチメインの1017レコードと契約し、同年末にはレーベルからのデビュー作となるミックステープ1017サグをリリースし、批判家から賞賛を浴びた。2014年、T.I. の About the Mane. タイガのフーカー、リッチギャングのライフスタイルなど複数の楽曲に参加したほか自身のシングルストーナーやダニー・グローバーがヒットしメインストリームでの知名度を獲得した。また同年にはリーア、公演の300エンターテイメントと契約しミックステープリッチギャングでコラボレーションを果たしている。2015年にはバーター6やスライムシーズン スライムシーズン2などのミックステープをリリースした。また、j m ー x x の楽曲、I Know There, s 5 o b e に、フィーチャリングで参加し、批評家から絶賛された。2016年には、ミックステープ、I a m Up, スライムシーズン3、ジェフェリーをリリースする。トラビス・スコットとのコラボレーション楽曲、ピック、アップ・ザ・フォーがヒットし、アメリカで、ダブル・プラチナディスクに認定された。 2017年、ミックステープ、ビューティフルサガーガールズ、フューチャーとのコラボレーションミックステープ、スーパースライミーをリリース。同年、ポップシンガーのカミラ・カベロの楽曲、ハバナにフィーチャリングで参加し、ビルボードホット100で自身初の1位を獲得した。2018年には、自身のレーベルイブ・サンローラン・レコーズと契約したアーティストを紹介するコンピレーションアルバム、 スライム・ランゲージをリリースした。同年、チャイルディッシュ・ガンビーノの楽曲、This is America に、ソングライターとして貢献し、第61回グラミー賞のソングオブザイヤーを受賞した。2019年5月にシングル、The London をリリースし、ビルボード・ホット100で最高12位を記録した。8月にファーストアルバム、So much fun をリリースし、全米1位を記録。 このアルバムからの楽曲、HOT は全米11位を記録した。2020年5月5日、クリス・ブラウンとのコラボレーションミックステープ、スライム &B をリリースする。ヤングサグは、エキセントリックで、ユニークなボーカルスタイルで知られており、伝統的なラップのリリシズムや、時には理解しやすい意味から逸脱していると指摘されている。ピッチフォークは、 ヤングサグのスタイルを非常に個性的、ラップへの奇妙で実験的なアプローチと表し、存在感、ペルソナ、神秘性、そして潜在的なスターパワーを持つと称賛している。ビルボード氏は他のラッパーが繰り返しに陥るかもしれないところで、彼は自分のトーンを歪ませて、苦しめたり、リズムの割れ目や隙間に巧みに入り込んだりする新しい方法を見つけ出したと述べている。 XXL 氏は彼をラップの変人と呼び、サグのカリスマ性、動揺した流れ、フックが彼の音楽を魅力的にしていると述べている。批評家のシェルドン・ピアースは、サグは現代のポップソングの構造を誰よりもよく理解していると指摘した。ヤングサグはその作業の速さで知られており、スタジオで フリースタイルをしてその場ですぐに歌詞を作成する傾向があるという。彼は紙に歌詞を書き留めたりはしないが、形やサインを描くことで歌詞を計画することで知られている。音楽メディアのコンシクエンス・オブ・サウンドは彼の作品は常に即興に根ざしており、ブラックミュージックに組み込まれた本質的にスリリングなコンセプトであると述べている。ヤングサグバイブマガジンはヤングサグを 今日のヒップホップ会で最も予測不可能でカリスマ的で突飛なパーソナリティの一人と表し、ロービはヤングザグをファッションアイコンと呼んでいる。ヤングザグは女性用の服を好んで着用することで知られており、インタビューでは12歳の頃から女性用の服を好んでいると述べている。シアトルタイムズ紙はラップと同じくらい型破りなファッションセンスを持ち、 彼のインスタグラムのアカウントでペイントされた爪、スキンとのジーンズ、子供サイズのドレスをシャツとして着ている姿を定期的に見ることができ、親しい男性の友人をハビーやラバーと呼ぶ習慣と一緒に彼の性的思考についての噂につながっていると指摘している。カルバンクラインの広告でヤングサグは俺の世界ではドレスを着たギャングスターになれるし、 バギーパンツを履いたギャングスターにもなれると宣言した。彼はファッションアイコンとしてデビットボーイ、プリンス、リートル・リチャードと比較されている。GQ は彼をヒーローであり、アウトサイダーでもあり、ラップヒッピーのサイケデリックなファッションムーブメントのリーダーでもあると評している。ヤングサグ2018年2月、ヤングサグは自身の名をセックスに改名すると宣言し物議を醸した。 ヤングサグは17歳で父親になり、4人の女性との間に6人の子供がいる。2015年4月、水着ラインを経営するジェリカ・カーレと婚約した。2017年4月、ジョージア州サンディスプリングスの自宅が家宅捜索され、コカイン所持、マリファナ所持、住所持の3つの罪で告訴されたが、警察が令状なしに、 家宅捜索を行ったことから検察は、マリファの所持以外の容疑を取り下げた。スタジオアルバムコンピレーションアルバム主なミックステープ。ありがとうございます。